新規感染者数がピークを超えつつあるとされるアメリカで、巣ごもり需要で注目された企業などの株が売られ、株価が下がっています。動画配信大手のネットフリックスの株価は21日、一時 24% 以上値下がりしました。前の日に発表された決算では、売上高は四半期で過去最高となったものの、契約者数の伸びが予想を下回り、先行きに警戒感が出ています。他の動画サービスやフィットネス機器メーカーなど、巣ごもり需要で注目された株が多く売られています。ダウ平均株価は21日、こうした売りに加え、連邦準備理事会の金利引き上げ観測などから、6営業日連続で値下がりし、6営業日で2024ドルと大きく下げています。